元気症感じるな。これ今日朝日が起きるですか。佐藤さんが船橋からやってまいりまして、そこで本の人間のところは全然こうやってないんですが、ちょっと練習しません。今に至ります。電気ショックが走ることを数えておいてください。最後までいくことに助けてよろしくお願いします。この後に、サマーメモリー、そして最後はリンクメモリーですが、これがまたワールドカップと思いますけど、イーピッシュイーという、何がそれというような、とんでもないふざけたスパークを用意してますので、お楽しみにしてください。それまで多分ボイボイでバランスを聞かれると思いますので、よろしくお願いします。Thank you.
5時半ぐらいに棺の前で歌わせていただきまして、それ以降 もう一切歌っておりませんので、久しぶりに今日は彼に2日ほど前に帰ってきてるみたいなんで、ちょっと捧げたいと思いますわ、あなたを愛し続けて。
Cheers!
りします。皆さんがいいのでしょうか。なんでやのね。いいんです、いいんです。あ、そうそう。そうそうそう。あ、そうよ。そうそうそう。あ、映してた。そう。しなしなしでしょ。どうしたか聞いてみたの、私なんか。あ、今日もキャサリン来てるの。あ、来てるよ。あ、見てるな。万歳してるよ。万歳や。え、一緒に話してると思うよ、きっと今。あ、いるよ。あの、お姫様席で座ってる。だよね。俺たち電気ショッカーズやから。もう何でも起きる。あ、キャサリン何番や。キャサリン何番や。キャサリン何番や。スイッチ。そうですか。すみません、やる気が見えました。ごめんね。送ってもらったなんかすごいステージ衣装やね、今日キラキラしてる。そういうことで。あ、蹴った、ごめんなさい。普段のこの曲はキャサリン、昔々にね、何年前でしょうね。何年前か。何年ぐらい前でしょうか。ぐらい前でしょうか。もっと前かもしれない。もっと前かな。何度か、何度かなのか、やったかもしれない。一度きりかもしれない。ということで、あの、久しぶりに、またこれも、電気ショッカーズプラスワンということで。しかも、話そうですね。初めましてどうも。初めましてどうも。お久しぶりです、ほんまに。ほんまにね。子供元気。言いましょうか。子供元気。大きくなった？うん、何歳？2歳。キャサリン何歳？25歳。笑いすぎ。笑いすぎ。良い時、悪い時という感じで行きましょうか。泣きすぎる。今、誰からやったっけ？あ、そうですね。うん。行きましょう。頑張れ。
たち電気ショッカーズ。俺たち電気ショッカーズ。はい。すいません。まだもうちょっとだけあります。お、なかなか。飛び入りやれまた。次は。ありがとうございます。オープニングとかでもやってましたね。ワントゥーゴー。最後のあと1曲となりました。どうも皆さん。
しょ。ありがとうございます。次の曲も島原とヒンデンブルグというバンドを始めて結構最初の頃から、ちょくちょくやってた曲でお別れしたいと思います。いいでしょうか。まだやと。Thank you.